なんか早く撮りたいっていう目標がないなら練習そんなしなくていいかな。俺はあんま早く撮らなくていいと思ってるわ。時間こだってさ、時間かかってるしだけだろ。いっぱいいますけど、ついちゃう。出す気がなかった。いらない。飲まのはいい。水児なんか水児なんか、まじ、あ、俺は G の一族って言います。そう、ウィージーだったり水児だったり、いや G の一族強すぎやろ。マジで G の一族最強だな。インパクト、いや原子インパクトでしょ。俺のパズレルマシだよ。ここ来ると毎回飲まないで。だから
ジジイ、スイジイ。あまりあるんだよな。あれ、何がいいかわかんないんだよな。そんな22日でたまんのアップデート、まあメジャーアップデートだったらたまるか。いや、22日でそんなアップデートたまるんかなと思って。まあでも言うて原子アップデート周期ってどんぐらいなの。なるほど。多分そのぐらいか。これ両ゲーで2ヶ月に1回アップデートするのがいいな。ガツネさんロールでユーミが方向に変更されたの知ってる？消えちゃったか。なんか、そう、めっちゃスタートスピードもらったね。あと、ウルトがめっちゃ変わってた。全部めっちゃ変わってた。いいね。あれ、俺さっきのスター消えてね。まあ、いいか。さっきのスター、スターいくつだったんだ。まあ、これセーブせずに取って、あとスターチポチればいいか。あー、そっか、あのみんなが不正してケースレジしてるとこ。まあそのステージ普通にオーバード2で B さんの時代で一番むずい説あるからな。今まあ、あの1年以上までやってる人の沼ってる感覚と最近始めた人の沼ってる感覚は違うから、まあ、そこはあんま気にしなくていいと思う。俺、SNR のオーバード3、2時間以上かかったしかないかもしれん。
68だね。うん。まあ、そんな、バカ、まあそうね、バカむずいの避けてるから、俺は。そうそう、通常。そうそう。そうね、あんま時間かかんなかったね。はっ、あぶの。大丈夫の。まあまあ時間とか気にしなくていいと思うけど。取れりゃいいんだよ、取る。そうそうそう。土下座してるかな。よっしゃ、取れた。120。まあもう2枚目。どっち。いや、加瀬さんのあれでいい、考察というか、タックさんどう思ってるかなっていう。いやー、どうだろうね。トルジャールの4面の方がむずいよ、あれ。いや、多分アグラバットもね、あっちの方がむずい。うん、あっちの方がね、むずい。実は。てか、C7 の箱乗りはね、まあ、緊張状態だったらわからんけど、普通に全然むずくないか。まあ、マジで頑張ってくれ。あそこ取ったら B さんもいけるかな。SLG まだやったことないんだっけ、あんまり。やってね。あー、あるね。あったわ、それは。まあ、なんか、そんな、なんか、一朝一夕で身につく技術だよね、あれは。やってないとダメなんだよな、あれは。そこがしんどい。
七振れがむずいんじゃなくて、掴み直すのがむずいんだよね。まあ、それはあるで。それはマジである。やばいな。それ赤ぐらいぶついからな。おっしゃ、取れた。いけるやん。細い壁取れた。え、いくつになったんだ、青。バージョンアップされてたね。あれ元難しすぎたからな。
よっしゃ、終わった。